皆さんこんばんは。本日もチューズデイ、明日もお稽古でございますが、人に優しく良い言葉をかけてあげましょうね。みんなも少し疲れが出る時期でございます。人には良い言葉をかけてあげることでちゃんと自分にも返ってきます。おかげさまです、ごちそうさまです、ありがとうございます。叱られるよりどんどん子どもたちも褒められる方が嬉しくなります。子どもたちは伸びやかな感性、どんどん楽しく一緒に遊ぶ感覚を大切にして、疲れているときは一緒に絵やイラストを描いたり、同じ目線で楽しく学ぶこともとっても大切になっていきます。ありがとうの花。していただいたらありがとうございます。人の後ろを通るときも失礼いたします。マナーも大切に、良い言葉をどんどんかけてあげましょう。皆さんも本当に外と中の気温差、子どもたちも本当に手も冷たい、先生も手も冷たいし、集中力も年齢プラス1分程度と言われております。どんどん難しいことや難しい知識などは徐々に身についてきます。どうぞ明るく長い目で、長い目で子どもたちの能力を開花させる言葉がけに励ましを大切にしております。よくできたね。先生も実にいろんな曲を練習しておりますが、誰でも